仲良し。これはしばらくしたら噛むな。てんくんは舐めた後噛む癖あります。はい、いっちゃうの。ポンちゃん、ポンちゃん熱々、よく日に当たってあったかくなってます。ポンちゃんいいね、あなたばっかいいね。ポンちゃん、さあ、今日も一日が始まります。いい天気ですね。ジャン君、またプレゼント届いちゃいましたよ。すぐ見よう。なぜかお掃除特集のクロワッサン入っていましたお掃除しなきゃって言ってたからじゃない。そうだね、頑張ります。ね、お掃除が苦手なんだ。できたね。そして、それからいきますか。なんでしよう。なんかいっぱい入ってるよ。はい。不思議なラーメン。台湾ラーメン。あ、この間のこれ、美味しかったやつ。スガキヤラーメン。うん。もしかしてこれが辛そうだから、うん、で、これを、お母さんも食べられるやつだからってことかもよ。だって3つ入ってるってことはそういうことかも。もうそんなお気遣いいただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、お化学調味料、だし、化学調味料、かつお、かつおだしのかつおが、かつ男になってるけど、化学調味料、保存料、無添加ってところに読まないと。そういうことか。うん。の、だし。そうだね。そして、そうだね、深蒸し茶。うまそうだね。静岡だからお茶どころだもんね。ほう。さてさて。このパイ美味しそうです。はい、美味しそうです。よいしょ、袋こっちに持って、いつもちゃんと3つ入っててね、皆さん気に入っていただいて。ぽちゃ、はい、ガチャ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 、はい、まおいママさんが楽しみにしていつもガチャガチャで、最後に開けます。何だろう、最後に開けます。なんかすごいいっぱい、今回はすごい、なんか食べ物が、あ、なにこれ、あ、海苔、いわゆる岩海苔系の、浜名湖の海苔って書いてあるよ。ほうほうほう、うんうん、美味しいのかね。こんな風にね、なんか一個ずつになってるんだ ね、うん、そうだね、食べやすいね。これは何かな？あ、浜松餃子、ご飯に乗せるやつだ。なんか前にちょっとテレビで見たことあるかも。なんか中身が、なんかあのご飯に乗せると、はいはいはい、ほら、まるで餃子を食べてるよみたいな。へー、いろんなのがあるね。はい、で、あの後ね、浜松餃子、前にほら、うん、あって、ちょっと買わないで、いっぱい入ってるからちょっと買わないで見てるって言って、うん、その後買い見に行ったら売ってなかった。そう、ちょっとよかったです、ありがとう。いつか入ったらねって言って。そして猫のベロだ、出たー、はいはいはい、かわいい猫のベロチョコ。そうだね、かわいいね。かわいい、かわいい。なんかすごい、本当にいっぱい入ってんだけど。これは何かな？カフェテラ、ラ、カフェテラ。コーヒー、エスプレッソ。豆かな？
後ろにカタカナ書いてある。キャンディーとかかな。あ、キャンディーだね。あ、そっか、エスプレッソのキャンディーだね。なるほど。キノコだ。キノコチョコパック。あ、じゃあこの中にチョコが入っているのね。あ、キノコのあの傘の部分のチョコが入っています。かわいいです。なんか全部ちゃんとプチプチに入れて、うん、お、もしやこれは、あ、クロケンが好きなやつかも。チョコレートの、なんていうかな、マーブルチョコレートみたいなのが入っているナッツですね。それの、これは完成形のやつなので、この調合がきっちりうまくいってるはずですね。そう、それ好きなのね。はい。なんか本当に。うち、あの、当分何も買わなくても生きていけるぐらいいっぱい入っています。この食料で当分生きていきます。静岡限定メロンミルクだって。メロンミルク、あの、いちごミルクのメロンバージョンの。初めて見る、はいはいはい、静岡だけで売ってるんだ。そして、何せんべいだろう、これは。なんか真ん中にね、白いのが入ってるよ、これ。巻き線。せんべいっぽい。巻き線って書いてあるけど。大観音巻きせんべい。食べてみましょう。食べなきゃわからない。そうだね。はい。よし。これは何だ？うなぎどーれ。うなぎ、出た。アーモンド。フロランタン。ああ。いろんなこと。洋風のうなぎ。な感じだね。うなぎパイじゃないけど、はい、なんかまだあった。そして、チンミじゃないね、これどういうことだ。タピオ カミルクティー、ティーグミ、ミルクティーグミ。ははほー、あ、タピオカみたいになってるけど、もう見た目がね。そうそう。そして、実はグミだよっていうこと、ね。そうなんだね。私、はい、意外とグミが好きです。そしてこれママさん用だね。なんだろう、この髪留めっぽく見えるけど。なんだろう。あ、開いてる。あ、違うね。これは、あ、チューブのやつを押し出すやつね。そう、綺麗に歯磨き粉とかが詰まってるやつを、あのわさびとかを順繰りに上からやるやつだ。ほーほほ。そうそう、キコちゃんだ。歯磨きなかなか出ないなと思っていたとこだよ。え、私はいつもこうやって振ってるよ。振ってんのね。あれね、振るのはテレビで見たんだ。うん、振るとなんかあの遠心力で下に出てくるからいいよって、うん、でもめちゃめちゃ力いっぱい俺がやると多分ね、パカッて開いて歯磨きだらけの壁になるかもしれない。やめてね。そしてこれはリップかな。うん、あ、そっか、まだあったのね。うん、ハンドクリームだね。ハンドクリームね。うんうん、あの携帯用になるね。うんうん、バッグとかに入れといて使えるやつ。はい、バラの匂いなのかも。そして、あ、いい感じ。ハーモニカのペンダント、うん、ペンダントっていうかあれか、ストラップ、そういうやつですね。うん、このサイズのハーモニカ、もう一個いただき物であるから、口の中に2つ入れて鳴らせられるね。2つなんかさ、昔口の中にハーモニカ入れて吹く人っていたんだよね。これチコちゃんのメモ用紙。はい、うちがチコちゃん好きってそれも分かったのね。なんか言ったっけな。うん、みんなバレてるね。キョエちゃんがいるよ。うん、キョエちゃん。そしてこれもチェブラシカズキ。チェブラシカズキはいつバレたのかな。だいぶ前に。そっか。そしてこれ、あ、かわいい、レギュラーです。この人たちね、ちょっとサイズが小さいかな。静岡限定のチェブラシかなんだ。あれ、そっちの話か。あ、ごめんね。これ あ、ね、サイズがちっちゃい。いや、一緒だった。ほら。本当？なんかちょっとちっちゃいよ。ほら。ん？
一緒に見えるけど。あれ本当、うん、ちょっと一緒です。小ぶりに見えたけど色の感じかもしれないね。そしてジャン君ポンちゃんには富士山こういうやつです。あ、これ富士山も話はまだそっちだったのね。富士山も聞きでした、はい、何かなと思ったの。はい、あ、そしておやつです。ジャン君とポンちゃんの好きなおやつです。そして最後にありがとう色鉛筆書いてないね。そうだ ね、この間もいただいたもんね。水彩の筆ペンもいただきましたし、うん、ちょっとそういうことも始めなきゃいけないと思っています、うん、頑張りますというところで、あ、それ開けてからやろうね。その前にポンちゃん、はい、ポンちゃんがありがとうって言おうとしているけどピントが合いません。ポンちゃん、ほら、ポンちゃんの好きなやつ、ポンちゃんの好きなやつ、はい、あ、私のにゃんこ靴下で、こっちも、はい、これもポンちゃんの好きなやつ、好きなやつ、どうもありがとう。ありがとうございます。はい、これは何でしょう。カエルの釣りをするカエルなんだそうですよ。釣りするカエルって書いてあるよ。こういうタイプのものです。緑と金色、金色は黒犬が好きだっていうことと、緑はマオイさんが好きだっていうこと知ってたかな。あ、本当だ。黒犬金が好きっていうのは本当は金好きではなくてですね、なんかね、獅子座なんだけど、獅子座は金がいいんだって。うん、ただそんなもの手に入るわけねえじゃんっていう人生観です。本物の金じゃなくてもいいんでしょ。まあね、あの真鍮のものとか持ったりはしてるよ、うん、ということで、大変なすごいいっぱいでした。豪華なプレゼント、どうもありがとうございました。ありがとうございました。